第46回全国大学ラグビーフットボール選手権大会は2009年12月20日から2010年1月10日にかけて開催された全国大学ラグビーフットボール選手権大会である。帝京大学が初優勝を果たした。第46回大学選手権2回戦、帝京大学対早瀬田大学。史上2校目の大学選手権3連覇を狙った。 早稲田大学は2回戦で帝京大学に敗れた。第46回全国大学ラグビーフットボール選手権大会は大会前から早稲田大学が同志社大学以来の3連覇を達成できるかに注目が集まった。2回戦で早稲田大学は帝京大学と対戦した。試合は帝京大学が昨年の雪辱を果たし31から20で勝利し、 早稲田大学はまたも悲願の3連覇達成はならなかった。決勝は東海大学と帝京大学で争われ、14から13の1点差で帝京大学が東海大学を下して初優勝を果たした。なお、どちらが勝っても初優勝となる決勝戦は第1回大会以来2回目のことであった。チーム 1V、チーム2、チーム 1V、チーム2、チーム 1V。 チームに、チーム1 v 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 チームに、チーム1部い、チームに、チーム1部い、チームにトライ数の差により、帝京大学が2回戦進出。 ありがとうございます。